もしお家にお化けが出たとしたら、お二人はどうされますか？私出たことがあるんですよ。え？なんかでも私のお家の中ではそれをお化けって思うのが怖いので、座敷わらしだと思ってみんなでわーちゃんって呼んでるんですけど、わーちゃん。でもなんか突然鍵の音が聞こえたりとかいろいろ起こってるので、常にゾクゾクしながら生活してます。耐えられなくないですか？ そうなんですね。そうなんです。なるほど。私も昔金縛りにあったことがあって、でも多分私の場合は休みだったんですけど、中学生ぐらいになって、で私はお母さんの声だったんですね。お母さんの声が聞こえて、急にで、そこからなんか急に年寄りになっていく感じに声が変わっていって、でちょっと私は本当に怖かったので目をつぶったままで目覚めたら夜でしたっていうことがありました。なので本当に、よく言う脳は動いてるけど体が動かなかった状態なのかなとか、いまだに謎ですね。はい。ありがとうございます。おっと、あれ、照明が大丈夫ですか？照明。脅かしてしまい申し訳ありません。お戻り、大丈夫です、どうぞお戻りください。すみません、予想以上に驚かせてしまいました。梅雨も明け、夏本番を迎えているということで、須田さんと下尾さんには体感温度を下げていただき、涼しくなってもらおうとサプライズをご用意しました。逆にすごい、汗をかけました。怖い。お二人ね、が壇上から降りてしまいました。もう分かりましたから、もう分かりましたから。すごい。少しちょっとお化けさんトーンダウンしていただいて、ちょっと怖がっておりますので、すみません。ありがとうございます。初めてです。ちょっと女子に結構関心がね、ある感じになってしまいました。ありがとうございます。すいません、サプライズでしたが、お二人どうでしたか？こんなサプライズをされたのは初めてだったので、今暗くなった時に本当に怪奇現象が起こったんじゃないかって思ったんですけど、すごい怖くてびっくりしました。いや、本当です、びっくりしました。はい、そうですね、ご退場いつされますか？ご退場いつされますか？すごい。ちょっと同じ壇上にいるのはまだ怖いということで、この後フォトセッションのお時間に移ります。